皆さんどうも、腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による BLCD 好き、BLCD に興味がある、BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。まず今回第1回目と。1回目。はい。その BLCD について、BLCD ソムリエの篠先生にお話を聞いていきたいと思うんですけれども。ソムリエですからね。まあ、第1回目ということもあるので、まあ、初心者に向けて。一応私 BLCD は初心者なんで。BL は？割とズップ。ズップ。初心者向けという優しいものをちょっと。テスティングしましょうか。テスティングを。BLCD。はい。聞いたことは？ない。ズップなのにない。BLCD は聞かないんですよ。聞かない。けど気持ちは乙女よ。じゃあ、いいのがある。ほう。右側の超かわいいやつ。ほうほうほう。私の。BL のなんていうのデータベースね、はい、BLCD Wiki っていうサイトがあるんで BLCD Wiki、はい、BLCD Wiki WIKI っていうのを、Google 先生に打ち込んでいただけると出てきますんで、なるほど、ね、ぜひそこでね検索してください。とっても可愛い作品、原作が安西理香さんの好きで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 、もうタイトルからして可愛いでしょ。付き合って10年になる恋人の仕方のことが今でも好きでたまらない、うん、ケイちゃん。 OK、 ケイちゃん。けれど仕方は将来有望なエリート銀行員、自分は1階の編集者。ケイちゃん編集者なんです。実は外国研修の話を仕方が断っていたことを知ったケイちゃんは自分が彼の出世を妨げているのではないかと悩み始め、てんてんてん。今日ねここにヘッドホンを持ってきているので、うん、ちょっと好きで好きでを聞いてもらいたいんですが、はい、2つ2タイトル出てるんですね。2タイトル、ほう、雑誌があってそういうのを特典 CD だったものがあるんですよ。ほう、付録の方がですね、この子たちの高校生とか付き合ってるんですけど、まずそれをね初っ端から聞いてほしい。なぜならば佐藤拓也さんのスパナリっぷりがよくわかるから。彼の反応を楽しんでみてください。流せないんでね、著作権いろいろあるんで。あ、そうですね。ちょっとまず再生するよ、いくよ。あ、じゃあ了解しました。今始まってる。今始まってる。おめでとう。しっかり始まったね。おめでとうございます。入った？ん？入った？入ってない？入ってない？入ってない。入ってない。じゃあまだだね。まだですかね。うん。お、来た？ん？来た？まだ入ってない。普通に真剣に聞いてしまってね、めちゃめちゃ入り込んでしまうね、これ。いいね。いいでしょ。いいね。ドキドキするこれ。そうでしょ。聞いて、想像して、ニヤニヤしちゃうね、これ。でしょ。これたまんない。たまんないっしょ。これなんですよ、醍醐味。やだ、これハマっちゃう。今度は長い方をお貸ししますんで、はい、ちょっとそれはしっかり聞いてください。運転中とかに聞けばいいですね。あ、そう、あの車の中最高よ。もうドラレコに撮られてるけど。友人乗せた瞬間にそのままにしとかないように気をつけなきゃいけないやつ。あ、私何度もやってる。最近気を使うようにしてるんだよ。運転してるじゃない、うん、移動中に流してるでしょ。現地着きました。いい濡れ場の最中だったら、しばらくそこでちょっと私聞いて、エンジンを次にかけた時にそのシーンにならないようにちょっと気使うようにしたら、そう、前に
私も2回ぐらいやっちゃったからあの BLCD をたしなむのもやっぱ節度とマナーだ。そうです、節度とマナーが大事です、うん、必要ですね。はい、はい、よし、いいこと言った、うん、いいこと言った。私は布教をしたい。そう、この良さをみんなに分かってほしい。これはぜひね聞いていただきたい。じゃタイトルが、好きで好きで、原作安西梨花さん、キャストがメインキャストが佐藤拓也さんと小林裕介さん。じゃあラスト10、はい、付き合って10年になる、恋人の仕方のことが今でも好きでたまらないケイちゃん、けれど仕方は将来有望なエリート銀行員、自分は1階の編集者。実は外国研修の話を、仕方が断っていたことを知ったケイちゃんは、自分が彼の出世を妨げているのではないかと悩み始めというです、ね。まあ、いろいろね、同僚の女の子が出てきたりとか、ケイちゃんにね、横連盟してくる、ね、高橋宏樹さんが出てきたりとかストーリーも結構ね、綺麗な王道なラブストーリーです。おー、ライバルが出てきたりとか、横連盟するやつが出てきたりとか、本人たちが葛藤したりとか、自分の人生考えちゃったりとかね、うん、ね、ケイちゃんに移入しちゃう、うん、でしょ、ね、ケイちゃんでしょ、うん、やっぱケイちゃんだった、ケイちゃんね、ケイちゃんだった。アマゾンでは中古出てるのかな、おすすめされて、で聞いて、でそんな私もおすすめします、はい、ぜひとも聞いてみてください。